今回また無印とダイソーで収納用品をいっぱい買ってきたので、明日キッチンとテレビ台、あとクローゼット整理していきたいと思います。値下げされてたポテトチップ連れて帰ってきました。2人で一緒に食べます。それが鳥製か、あ、豚製か、ガビの気になるから食べよう。今日はこれから昨日無印とダイソーで買ってきたものでキッチンやクローゼットを整理整頓していきたいと思います。まず買ったものを紹介します。まずはこちらのポリプロピレンスタンドファイルボックスワイドの、ホワイトグレー590円のものを購入しました。あとはハンドタオルがボロボロになってたのでハンドタオルを購入しました。ファイル折りループ付きハンドタオル190円。これがここに引っ掛けるところがあるタイプなので使いやすそうだなと思って、で色は悩んだんですけどとりあえず2色買いしました。これを洗面所とキッチンに置こうと思います。もう一個はファイル折り薄手フェイスタオル、これはフェイスタオルなんですけどトイレのところにつけようと思ってこちらも購入しました。よかったらまたたくさん買おうかなと思ってます。これは値引きになっててつい買ってしまったポテトチップスガーリック味です。ではこちらも2個購入しました。柔らかポリエチレンケースハーフの台です。それが590円。柔らかポリエチレンケース用の蓋だったのでストック品とかしまうときにするとホコリも入らなくていいなと思って購入しました。これも2つ買ってます。で今回はこれとりあえず買ってみたっていう感じなのでよかったらまた増やそうと思ってとりあえず2個です。ダイソーは前にも収納として買ってよかったので積み重ね収納ボックス
このサイズのものを前買ってよかったので、まずこれ一つ購入と、この大きいサイズのものも使いやすそうで、これは私が前行った時にはなかったので、これをもう買いました。これは3つ買ってます。これが玄関に鍵置き場として使おうと思って、マルチ収納棚、こちらを購入しました。一応キッチン収納の商品みたいです。続きまして、お皿の収納として2つ購入しました。これは足つきお皿立て、小さなお皿用で、白と黒があって、今回はキッチンが黒っぽいので黒を購入しました。でもう一個は木製のお皿立て、ゴムの木のものを購入しましたです。これは見せる用の収納としてお皿置きにしたら可愛いかなと思って買ってみました。でもう一つは、前回ニトリで購入したものを早速ちょっと落として割ってしまったので、今回100均見てたら200円商品なんですけどあったので、ちょっと買ってみました。ニトリのものと比べて使ってみたいと思います。あとはこちら、ピタッと楽々キャスター、これが耐荷重量8キロまでです。で、何でもキャスター付きのボックスに変えられるよという商品で、こういう無印のやつの底とかにつけて、スライド式で使えるようにしたら、クローゼットの収納とかに使いやすいかなと思って試しに買ってみました。
身がスキャンされます。Thank you.